久々に来ました。約1ヶ月ぶり。ちょっとなんかもたもたして時間ロスしちゃったけど、まあ楽しめたらいいなと思います。最高、久しぶりのカヤックだ。よいしょ。というわけで久々カヤックフィッシングに来ております。今日はいつも出してる日本海側の福井県、結構風がある予報だったので、思い切って三重県まで来ました。なかなか遠かったです。まあちょっと頑張ってきたし、なんかいいお土産でも連れてくれるといいなと思います。ちょっとあれかな、あ、そう、すごいな、すでにベイト反応が。あ、穏やか、全然違うわ向こうと。朝なんかいつも出してるとこから出そうと思ったけど波が高すぎて断念しました。でもここはちょっとなんていうか湾になってるからかな、だいぶ穏やか、いいね。やっぱ巻きやすいな。実はこのマックス DLC なんですけど、なんか異音がすごいからちょっと自分でオーバーホールして直そうかなと思ったら、もうちょっと直せずご愁傷様になったので2台目を購入しました。うん、この水深が分かるのがかなり使いやすいから気に入ってる。アマゾンでちょっとなんていうの、アウトレット品っていうのかな、そんなんやったら結構 2,3,000 円安く買えたから、まあちょっとお得にいけたんちゃうかなと思ってます。うるさいなこれ。どうやって音消すの。何が映りますかね。
ちょっと水深あるとこまで行ってみましょうか。うん、今の出てるかな。あんなこういう魚群に振り回されるとろくなことないからな。と言って振り回されちゃうんだけどね。ちょっとどうせ流されるからすぐ計算してビッと投げとこうか。いやーでもなんか久しぶりに穏やかな海に浮いてる。前回前々回と結構波が立ってたからな。なんやかかったついてるかなんかめちゃめちゃ軽い。ティージベッドの重さかな。おお、なんや エッソちゃんか。超ミニエソちゃんやな。わあ、めちゃめちゃちっちゃい。でもなんかちょっと美味しそうであるけど。はい。また大きくなって帰ってこんといてくれ。思い切ってちょっと場所を移動しちゃおうか。なんか時間もったいないな。流れが早すぎて釣りになりませんな。ちょっと湾内穏やかな方行こうか。釣りにならない。くらいかな。なんかじゃあその辺ついてる。おお、サゴシか。サバ。お、サバか。おお、おお、いいサバじゃん。いいよいいよ。重曹の方におって。初めて釣ったサバ。とりあえず坊主を回避しました。サバです。美味しそう。ん、開けらねえ。やば、こんなん初めて。心身用に気をつけよう。あかねえよ。せっかくお前鮮度よく持って帰れると思ったのに、クソめ。
うちょっと開けたらいいやつ。あ、いた。よかった。明かりか。おお、やばい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 、なんか来た。うお、マジか。だる。うわ。うわ。なんやった今の。マジか。バカ走ったんやけど。しかも TG ベイトロストやん。だる。なになになに、なんか化け物いたで。これあれ切られた。はい、オレンジやから切られてんな。64m 付近で切られて。だる。なになに、クソ重いやったやろな今の。今の、うわー、悔やまれる。よかった。
そう、別荘かな。お、マゴチじゃん。でけ。うお、でけ。おうおう。よ、両型のマゴチ。おお。なんか諦めかけてたら釣れた。でか。マゴチやん。完全にエソかと思った。初めて釣ったマゴチ。マゴチってこれどうやって締めんだろう。だいたいな、相場2軒の間って決まっとんね。これめっちゃ色が白くなっとる。うお、結構な血が出とるな。よっしゃ、いいお土産できたじゃん。マゴチ何センチぐらいだろう。50ぐらいかな。諦めずにやってみるもんだね。お疲れ様です。なんかあのサバが一匹だけかなと思ってたら、最後あの辺でマゴチが来て、よかったです。なんか向こうの方で一回ものすごい当たりあったんですけど、ラインがブレイクしちゃって最初根がかりかと思ったんですけど、急にバーって引き出してワーワーってなったらもう一瞬で行かれちゃいました。よく打算あるんですか、ここから。いや久しぶり。あ、そうなんですか。前までどうね、ちょこちょこ来とったけど、やっぱ脱走兵が多いやん。それを狙いに来とっただけなんやけど。はいはいはい。脱走兵好きなんで。脱走兵って何ですか。あの養殖の逃げたやつ。あ、なるほどなるほどどういう意味やろうって思いました。しな、そろそろ僕は上がります。お疲れ様でした。果たしますか。最近ね、ちょっと YouTube を始めて、はい、カヤックの様子とか上げてるんですけど、はい、青物が釣りてーなーっていうチャンネル名でやってるんで、よかったらまた見てみてください。お疲れ様です。
暑くない方がいいかな。いただきます。まずはお刺身からいきましょうか。うん、なんかほんのり甘い気がする。じゃあカルパッチョをちょっといただいてみましょうか。うん、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 もうちょっと塩気があってもいいかもしれない。同じ生でもいろんな食べ方したら飽きないし、ちょっと楽しいね。うん、うん、おいしい。カルパッチョおいしいわ。じゃあ最後ちょっと漬け丼。こんなもまずいはずがないやん。もう卵黄のせて、こんなんね、まずいはずがないですわ。汚っ。言わない。混ぜる前にこれよし。うん、うん、まっ。これはやばいわ、これはやばいわ。冗談なしで、動画とか関係なしに。おいしい。これはうまい。こんな美味しくできるんやな。いつも白身魚味ないない言うて食べてたんが。うん、マゴチ最高。皮うまい。